はい、どうも、海です。本日は6月のマリッチブルーというゲームをやっていこうと思います。はい、こちらのゲームはですね、ある日目を覚ますと、隣に知らない男がいた系のね、ゲームでございます。はい。もう不穏な予感しかしないんですけども、しかもその男が主人公の婚約者って自分で言ってるらしいんですよ。でも主人公は、恋人すらいないのに婚約者なんているわけないって、どういうことっていうね、感じのあらすじになっております。すごく気になりますね。いきなり婚約者って言われるし、隣に知らん男がいるし、もう怖いって。じゃあやっていきましょう。スタート。なんかすごいね、タイトルはほんわかというかね、感動しそうな感じのタイトル画面ですけど、雨の音がする。なんかここに鳥がいる。かわいい鳥、関係あるのかな。朝、もうしばらく寝ていたい、もうしばらく寝ていたいが、起きなければ。隣から感じる熱が心地よく、どうしてもまどろんでしまう。隣から感じる、それが、知らん男ね。隣？お！いる！慌ててまぶたを開き、起き上がる。突然入ってきた眩しさに、うっとりながらも、隣に目をやった。ぼんやりとした視界には、人のシルエットが見える。あ、起きた？声は少し低めで、優しげだった。その人物は私に声をかけると、顔をこちらに向けた。だんだん目が慣れてきた。なんか髪長めですね。はい。うわー、めっちゃ美人。え、知ら、男の子だよね。知らない男って書いてたんですよね。え、男の子。え、ツインってしてるのかな。え、めちゃくちゃ髪綺麗。そして顔も可愛い。え、可愛い。そこには知らない人間がいた。あなた誰？もう怖い。もうマジでほら。耳のピアスがすごいね。ぼやけた頭で必死に思考を巡らせる。目の前の人物は男か女かわからない中性的な顔をしており、ツインテール女にしては体格がしっかりしているような男なのか？はいはい。まあ、どっちにも取れそうな見た目ではあるね。身長がちょっと高いのが。うわ、足細っ。羨ましい。違う、そうじゃなくて、不法侵入、警察に連絡。こっちが主人公ちゃんか。かわいいな。いつもベッドサイドに置いてある携帯に手を伸ばす。その時に改めて今の状況を確認した。右手の薬指に見覚えのない指輪がはまっている。あ、そうなの。あ、だから婚約者って言ってるのか、この男は。私、指輪なんてしたことないし。ここ私の部屋。嫌じゃない。あ、そうなの。自分の部屋でもなかった。なんかあわあわしてて可愛かったから放置してたけど、俺のこと忘れるなんてひどいよ。手を伸ばした先には何もなく、ただの壁しかなかった。おそらく男であろう人物はニコニコと笑ってこちらを見ている。ああ、そっか、昨日は大変だったから記憶が混乱してるんだね。俺は君の婚約者だよ、忘れちゃった。彼はそう言うと、私を優しく抱きしめ、耳元で囁く。昨日は大変だった。昨日のうちに何かあったのか。男の瞳は真っ黒で、底なしの闇のようなおぞましさを感じる。確かに、目に光がないね。体が震える。目元が熱くなり、視界がぼやける。泣いてるの？もう大丈夫だよ。俺が一緒にいるからね。違う。私ちゃんと覚えてる。自分のことも家族のことも。でも彼のことは覚えていない。知らない。知らない知らない知らない。怖い怖い怖い。鼓動が速くなる。背中に嫌なものが伝う。これからは君のことを守っていくから。男は頭を撫でると顔を離し、額に口づけると優しく笑った。いや、怖いね。全く知らん男だしね。向こうは知っとったとしてもこっち知らんもん。あ、何、お葬式かなんかかな。全く泣かないなんて本当に人間なのか？誰？男。ちょっとあなた、ごめんなさいね。これから大変だと思うけど、まあ頑張って。はい、ありがとうございました。あ、これ主人公？難しい。霧赤、スズメ？とかかな。頭を深く下げる。最後の夫婦はそれなりの言葉をかけると、若干不快そうな顔で帰っていった。怖っ！何？何したの？この子が一体。やっと終わった。頭を上げると、外はすっかり真っ暗で、空には月が昇っていた。家族が死んだ。今日はその葬式に、喪主をしなければならないため、ずっと緊張で張り詰めていた。
本当に死んだのだろうか、私の夢なんじゃないか。これいくつぐらいの時なんだろう。辛いね。今の今まで実感が湧かず涙なんて出てこなかった。そりゃ家族が死んだのに泣かなければ死んがられるのも当然だ。いや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 、いやそれ人それぞれじゃない？ほんとね、受け入れられなくてさって人もいるじゃん絶対に。だけど今にもその角から出てきそうで、ずっとずっと信じられずにいる。しかしその死体を発見したのは私なのだ。え、そうなの？どこで死んでたの？定時間際、上司から仕事を任されたためすっかり遅くなってしまった。続いてのニュースです。〇〇県での連続殺人事件です。おととい40代女性が殺され、これで被害者は殺人事件に巻き込まれたの？大型テレビでは連日この近辺での事件が報道されていた。しかしそんなことを気にしている暇もなく、大型テレビに書いてある時間を見る。これでは終電に間に合わないかもしれない。早く帰らないと怒られてしまう。終電に間に合わないぐらい仕事してたの？きついな。早く早く早く。そこで？はぁ、はぁ。見つけちゃったの？あの後、なんとか終電に間に合うことができ、家まで帰ってこれた。静かに、開けなければ、この間怒られたばかりだし。ガチャ。ゆっくり開けて物音を立てないように中に入る。さすがに寝てるのか、中は静かだった。だが2階にいる姉の部屋から何も聞こえてこないのはおかしい。最近彼氏とよく電話しているのか、話し声が1階まで聞こえてくることがしばしばある。お姉ちゃんもいるんだ。耳を澄ませても物音一つも聞こえてこない。やっぱり寝たのだろうか。とりあえず走って疲れたし、水でも飲もうかな。いやー嫌な予感。そう思いリビングに入ってスマホのライトをつけた。棚や机にぶつからないように光をそちらに向ける。誰かいる。え？光を向けた先には床に寝転ぶ誰かの足があった。これさ、マジでトラウマもんだって。光を少し上に動かす。お母さん？母親が床に倒れていた。寝ているのかと思ったが様子がおかしい。うつ伏せに倒れており、首当て、足がありえない方向にねじれている。うわー、しかもむごい。その体の下には真っ赤な液体が出て、母親の服を染めていた。お母さん？ハンマーで頭を殴られたかのような衝撃が私を襲った。意識が朦朧になる。これは何？夢なの？夢。私。いや、おかしくなっちゃうよ、こんなん見ちゃったら。その後のことはあまり覚えていない。なのにさ、なんか予想のさ、夫婦がさ、すごい冷たい感じっていうか、変な目でね、見てくるのおかしくない？気づいたら警察が来て、現場検証を始めていた。結局お風呂場に姉の死体と、庭に父親の死体があったらしい。全員無残な殺され方をしていた。私が通報したのだろうか、記憶がないが、多分そうなんだろう。警察の見解では、この付近で賑わせている、おそらく連続殺人鬼の仕業ではないかというものだった。手口が一緒らしいが、一つ違和感があるらしい。犯人はただ殺すだけでは飽き足らず、拷問しているのか、どの死体も無残な死体となって現れるとのことだった。それがさ、さっき隣にいたあの男の子じゃないのかな？だが、すべて犯行は外で行われている。こうやってわざわざ家に侵入し、三人同時に殺すことは今までなかった。恨みでもあったのかと調べているらしい。だとしたらなぜ私だけ残されたのだろうか。いなかったから、たまたま遅く帰ってきたからとか。本当に連続殺人鬼の犯行なのだろうか。私が殺したのではないのか。え、なんでなんでなんで、それはないでしょ。いろんなことがごちゃ混ぜになっていて気持ち悪い。もう今日は休もう。休もう休もう。もう久々に入る家の中は静かで、人の気配を感じさせなかった。いやー、しかもその家に帰るのも辛くない？自室に入り、そのままベッドへ体を沈める。今までの疲れや緊張がどっと押し寄せてきた。そのまま訪れてきた眠気に身を任せる。ツインテちゃんなんか関係ありそうだけどね。私は、解放されたのかな？解放？解放？待って、もしかして、
あんまいい家族じゃなかったとか？そうだった、昨日は葬式でそのままの姿で眠ったはずだ。あ、もうその翌日なんだ。ならばここはどこだ、目の前にいる男は誰だ。わからない、わからない、わからない、わからない。いや、話してください。うわ、危ないじゃん。スズメちゃん、どうしたの？スズメちゃんでいいのかな。彼の胸に手を当て、思いっきり突き飛ばす。彼は驚いたように身を引くと、眉を潜め、心配そうに顔を覗き込んできた。私の名前を知っている？なんで私の名前知ってるんですか？スズメちゃんのことなら、何でも知ってるよ。笑ってこちらを見ている。その表情から考えていることなんて読めやしない。お、選択肢来たね、初選択肢。じゃあセーブして、ここはどこ、あなたは誰、あなたは誰だ、あなたは誰。ん、誰ってさっき言ったじゃん。俺は君の婚約者、丹波海里だよ。かっこいい名前、海里くん。さも当然かのように彼はニコニコと話す。違う、私に婚約者なんていない、あなたなんて知らない、デタラメ言わないでください。頭がおかしい。あまりの異常さと恐怖で後ろに退く。怖い怖い怖い、何この人、逃げなきゃ。頭の中で危険信号が鳴り響く。ガク、何ガク、いた。慌てるばかりで後ろに下がりすぎて、ああなるほどね、その音ね。ベッドから落ちてしまい、背中から強を出してしまった。地味に痛そうなやつ。早く逃げないといけないのに。あまりの痛さに悶絶するうちに違和感を感じた。別、鎖で繋がれてるわけではないんだね。足が動かない。え？え、なんで足が動かない？うん、だって麻酔ったからで。おお、なんか縛るとかよりも高度な技使ってきてるね。彼はベッドに肘をつきながらこちらを見下ろしてきた。悪びれもなく当たり前かのように話す姿に体がとうとう動かなくなってしまった。本当は足の筋切るか迷ったんだけど、俺さ、できれば二人でバージンロード歩きたいんだよね。だからお試ししてみようと思って、最近の世の中はお試しで変わるもんだよね。うお、こわ、足の筋来た、もう歩けんて。まるで道具のように私の足の話をする。どうして、やっと解放されたはずなのに。視界がぼやけて涙が溢れる。私が何をしたって言うんですか？謝りますから、何でもしますから、お願いします、許してください。え、俺はスズメちゃんと結婚できたらそれでいいんだけど、もしかしてこれが噂のマリッジブルーってやつ？悲しいな。てか、撃ったでしょ？大丈夫？マリッジブルーってどういう意味なんだろう？彼は私の涙を拭うと体を抱き上げた。ちょっとマリッジブルーの意味気になりすぎて調べてきたんですけど、結婚前や結婚後に気分が落ち込んだり不安に襲われる症状のことらしいです。そんな結婚して急にどうしようみたいな感じになったりするってことなんだよね。そんなんあるんだ。突然目線が変わり動揺する。キャッ！まあいいや、どうやら俺の嘘もバレてるみたいだし、俺のことも受け入れてくれてないってこと分かったよ。嘘？だからさ、一緒に暮らして愛を育もうね。嘘、最初の婚約者というやつだろうか。ニコニコと笑う彼を信じることも逃げることもできず、私はここにいるしかなくなってしまった。この人が何者かによるんだけど、多分この家族を殺した人なんじゃないのかな。じゃあ部屋を案内するね。俺らのスイートホームだよ。彼、丹波海里と名乗った青年は私を抱えたまま部屋の案内を始めた。とりあえず今いるここが俺らの寝室。もちろんダブルベッドだよ。あんまり大きくても寂しいからね。じゃあ次、扉を開けて次の部屋に向かう。すごい、なんか紹介始まってる。お部屋紹介。広めの空間に出た。右手に大きなソファーとテレビとベランダに続く窓、左手にはキッチンがある。すごいなんか立派な家そうですね、あの風景背景から。窓の外は雨が降っていた。ここがリビング。俺料理得意だからキッチン本格的なやつにしてもらったんだ。もちろん君の手料理も食べたいけどね。いい嫁だ。彼の話よりもテレビに目が向く。テレビは電源がついており、ニュースが流れていた。昨夜連続殺人事件の被害者遺族の、あ、キリアケ、あ、ヒバリさん、ヒバリって読むんだ。スズメじゃないじゃん。ヒバリさんが行方不明となりました。はいはい。
仕事場にも来ておらず、不審に思った会社が警察に連絡、自宅を捜索したところもぬけの殻となったことで事件が発覚しました。あ、そうなんだ、もうそこまで行ってるんだ捜査。犯人に誘拐された可能性も含め現在調査中とのことです。なお警察は目撃情報を募集しております。続きまして、これ私だ、もうニュースになってる、これなら助かるかもしれない。あ、そういえば君のノートに書いてある通りにあいつらを殺したんだよ。あ、やっぱりそうだ、そうなんだ。ん、喜んでもらえたかな。は？ノートって殺したって、やっぱり家族とあんまいい関係ではなかったのかな、ひばりちゃんは。見たんですか？これなんか関係あるのかな。何の話ですか、とぼけてみるか。何の話ですか。声が震える、一瞬息が止まった。どうして知らないふりするの、せっかく君の代わりに殺したのにさ。彼はがっくりと首を下げた頭をバッと上げると、あの真っ黒い目を向ける。怖いな、目が怖い。この男は何を知っているの、嫌な予感がする。やめて、声に出さないで。いつも笑って蹴ってくるお母さんが憎い。怖っ、笑いすぎてお腹がねじれそうが口癖。ならその通りに全身ねじ切れて死ねばいい。手も足も首も何もかもねじ切れて死ね。やめて。いつも怒って殴ってくるお父さんが憎い。私の右目を殴ったのはお父さん。だから右目ちょっと隠れてるのかな。あれから右目が見えづらい。お父さんの目なんかえぐってぐちゃぐちゃになって死ねばいい。骨も体もぐちゃぐちゃになって死ね。やめて。うわー、虐待されてたのか、そういうことね。いつも殴って私のお金を奪っていくお姉ちゃんがに、お姉ちゃんもかーい、お姉ちゃん。私の頑張って働いたお金はお姉ちゃんの美容に消える。お姉ちゃんの自慢の手足ももいで、いつも風呂場で私の頭を掴んで溺れさせるように、お姉ちゃんも溺れて死ねばいい。そうして私の苦しみを味わえ。みんな死ね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 。君がそう書いたじゃん、ひばりちゃん。やめて、やめて、やめて、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。プツン。何の音？何が切れちゃった？誰が切れちゃった？意識が闇に沈んでいく。あ、主人公ちゃんか。雨の音がする。また気絶しちゃった？6月は嫌い。お姉ちゃんが濡れるのを嫌って出かけないから。あ、なるほど。みんな家にいるからとか？ 6 月は嫌い。お母さんが湿気でイライラしてるから。6月は嫌い。お父さんが釣りに出かけられないって当たってくるから。なん、全部あの子に、ひばりちゃんに当たるの、みんな。うん、わかってる。雨が嫌いなだけって。6月が嫌いなのは、本当は、私が生まれたから。誕生日なのか。いやー、これは、ね、辛いな。私のノート。だからお葬式の日も泣いてなかったのか。ずっとずっと苦しくて、でも吐き出す場所もなければ、友達もいない私にはノートに書くしかなかった。もし家族の誰かに見つかれば、殴られるのは分かっていた。だから隠していたはずのノートは、あの男は見つけて、そして。なんで、そもそも、見つけたの？どういうことだろう？実行した。あの日、お母さんの死体を見つけたとき、私が殺したのかと思っていた。だってずっと想像してた通りの死に方だったから。起きた？あ、服変わってる！服変わってる！ミニ短パンじゃなくなってる。声の方に向けると、先ほどの男は服を着替えたようで、黒いパーカーを着て、ベッドサイドに座ってこちらを見ていた。あなたがお母さんとお父さんとお姉ちゃんを殺したの？うん、殺したよ。ひばりちゃんを傷つけているなんて許せるわけないじゃん。もともと知り合いだったんかな。彼は淡々と今までの経緯を語った。俺さ、今まで好きな人なんてできたことなかったんだ。そもそもそういうのに興味がなかったんだよ。殺しは仕事半分、趣味半分で、最近の連続殺人事件もそう。誰でもいいから殺せって、他のことを隠蔽するための踊り。だから俺は目についたやつを適当に殺してた。一週間前だったかな。夜帰る君を見たとき、次の殺しの対象を見つけたと思った。あ、もともとはこの子を殺そうとしてたんだ。
でも君の目がひばりちゃんの瞳は誰も映してなくて、そこにあるはずの風景も全て映していなかった。俺殺すとき死ぬ人間が俺しか見てないのがすごく好きだったんだ。殺してやっとここに俺がいるって実感できた。だけど、飢餓感はずっとあってもう満たされなかった。そんな時君に出会った。もしもしも誰も何も映していないその瞳に俺しか映らなかったら、俺だけが映っていたらこの飢餓感はなくなるんじゃないか、俺だけのものになるんじゃないか、そう思っていたらいつの間にか愛しくて愛しくてどうしようもないくらい好きになってた。辛そうな顔しながら手を伸ばす。彼の手が私の右手に触れる。好きで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 、俺だけを映してほしくて、俺だけを見ていてほしくて、あいつらを殺した。君は俺にとって運命の人なんだよ。だからこれは俺なりの誠意。私の右手を持ち上げ、薬指にはまってる指輪にキスをした。これ主人公ちゃん的にはどう感じるんだろう。感謝するのか。俺と結婚してよ。それは、どうしたら好きになってくれるの？どうしたら結婚してくれるの？目の前の彼の声が震えているのがわかる。ここまでの感情をぶつけられたことがなく戸惑ってしまった。私は、お、その時電子音が鳴り響いた。彼は顔をしかめるとスマホを取り出し電話に出る。はあ、今さ、ひばりちゃんと話してたんだけど、誰？誰誰？ひばりちゃんって言ってるってことは知ってるのかな、ひばりのことを。電話しながらベッドサイドから立ち上がると、そのまま部屋を出て行った。どうしたらいいんだろう。このまま彼を受け入れるべきなのか、拒絶。拒絶した場合はどうなるかわからない。私は今度は彼に支配されるのか、やっと解放されたのに。ずっとここで暮らす、そんなの。ガチャ。あー、どこ？どっかに出かけるの？電話を終わらせた彼が戻ってきた。ごめん、今から仕事に行かなきゃいけなくなった。また誰かやってくるの？帰ったら俺のこともっと知ってもらうためにたくさん話そうね。私の頭を撫でる。あ、はいはい、また洗濯来ましたね。行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。ちょっと心開いてみるか。行ってらっしゃい。うん、行ってくるね。彼はニッコッと笑うとそのまま部屋を出て行った。これね、エンド3つあるらしいんですよね。やっぱバッドエンドから見たいな。しばらくすると奥の方から玄関の鍵を閉めていた音が聞こえた。今しかない。麻酔を打たれたが、しばらく経ったおかげで足はまだ完全ではないが動ける。やっと家族からの支配から解放されたのに、また誰かに支配されるつもりはない。まあそうよね。私は自由になりたい。必死に足を動かしながら玄関に向かう。頑張れ頑張れ、ひばりちゃん。いやー、でも待って、開けたところにいないかな。あと5メートル、3メートル、1メートル、手を伸ばせば届きそうな距離まで来た。必死に伸ばす。どうやら特に変な鍵をつけていないようだ。これならと思いドアノブに触れる。その瞬間ドアが開いた。まあですよねー、ですよね。絶対こういう時試されてるのかなって思ったよ。ねえひばりちゃん、何してるの？この家から出て行ったはずの彼がいた。真っ黒な瞳が私を見ている。あ、なんかここで見るとちょっと男の子感はあるね、うん、呼吸が止まった。バレてしまった。この部屋監視カメラついてるんだよ。足かせもつけずに麻酔だけなんておかしいって思わなかった？罠だった。私はまんまとこの男に仕掛けられた罠にはまってしまった。俺のことそんなに嫌い？冷たく突き放さすような声に体が固まる。彼の手が私の首を掴んだ。やめてやめて、あーやめて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 。あ、しかも片手でそんな簡単に締めれるの？君の心も欲しかったけど、もういいや。せめて死ぬ間際ぐらい俺だけを見てて。息ができない。視界がだんだん暗くなっていく。あなたしか見えない。閉じていく世界の最後。え、終わっちゃうの本当にこれ？え、死んじゃ。彼が泣いているのが分かって。なんか泣いてたよね。あ、遠藤さん、檻の中、はあ、なるほど。もう一つ目のエンド回収したのか。はい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 。
え、どこで分岐してたんだろうこれ。はあ、なるほどね。コンフィグっていうの、あ、はいはい、これか。ギャラリー。はいはい、スチルね。これとこれ。え、で、またエンド2とかでこの辺見れるようになるって感じか。あー、なるほどね。じゃあ、とりあえず、ま、切りはいいのでね、エンド一つ回収できたということで、今回ここで終わろうと思います。まあ、ハッピーエンドって言ってもね、共依存的な感じになりそうだとは思うんですけど、いや、ちょっと続き気になりますね。また次回やっていこうと思います。